遅れちゃう、急げ。はい、列車発車します。マニポよ、コンビニ寄ってたら終わってたな。だね。タクポよ、着いたぞ。あ、うん、行ってらっしゃいませ。学校だりな。駅ってタバコダメだよな。当たり前じゃん。何見てんだよ、ポイ捨てすんなよ。関係ねえだろ、どこもかしこもゴミ箱だよ。イカれてんな。あんた耳に団子詰まってんぞ。は？イヤホンだよ。あとそんなガラスの板握りしめて何やってんの？は？スマホのこと？何それ、かっこ悪ー。ねえねえ、イカらしい、もしかしてここって昭和？一体何が起こってんだよ。私たちタイムスリップしたってこと？わかんねえけど、とりあえず戻ろう。うん、奥に詰めてください、押しますよ。おい、どんだけ乗ってんだよ。人に押し潰されるって。いつもこんなもんだぜ、乗車率は 300% だ。弱えもんは負けるだけ、毎朝命がけさ。ここまでして会社行きてえのかよ。キモポよ、まだ入りますよ、詰めてください。キャー、タクポよ、やばい、イガラシとはぐれちゃった。タクポよ、大丈夫か。おい兄ちゃん、いいケツしてるな。やめろ、うち女がそうイライラすんだよ。痴漢で訴えてやる。こんなことで痴漢になるわけねえだろ。挨拶だよ、挨拶。信じらんない、 X で拡散してやる。え？ X ジャパンのこと？おい姉ちゃん、俺にも触らせてくれよ。は？いけいけ。誰か助けて。やめとけよ。なんだこの野郎、やりすぎだろ。警察呼ぶぞ。クソッ、誰が正義気取りかよ。クソが。ありがとう。車内はまるで動物園だ、気をつけろ。腹いてー。トイレならそこだ。ああ、ありがとう。停車中はできねえからな。お、おう。え？ここ本当にトイレかよ。線路丸見えだぞ。ってことは垂れ流しにしてんの？考えらんねえ。おせえよ、便秘なのかこの野郎。すぐ出るよ。昭和のおっさん怖。あれ、さっきの女どうしたの、振られたの？さっきはぐれちゃって LINE してみるわ。 LINE？ あれ、え、スマホがない。さっきの板みたいなやつ。そうだよ、どっかに落としたんだよ。これじゃ連絡できねえよ。そんな大事なもんなの？当たり前だろ、あれがねえと電話もできねえし金も払えねえよ。大事なもん全部板に入ってんだ。どうしよう。次で降りて伝言板書きに行こうか。伝言板？いいからついてこい。五十嵐出ないな、何やってんだろう。そうだ、伝言板行ってみるか。何それ。駅にある黒板だよ、みんなそこに伝言を書いてくんだよ。効率悪ぽよ。はい、どうぞどうぞどうぞ。駅員さん手痙攣してんの？切符を見せください。私スイカなんだけど。ふざけてるんですか、不正乗車じゃないでしょうね。ちげえよ。では早く切符を見せなさい。あ、これです。あ、どうぞ。あざぽよ。お、伝言板に何か書いてあるぞ。イガラシの字だ。ハチ公前ってこの時からあったんだ。よし、ハチ公に行くぞ。うん。本当に来んのかよ。さあね、すっぽかされるかもね。え？スマホねえと不安だな。お、イガラシー。タクポよ。本当にここにいたんだ。伝言板見たのか。うん、汚ねえ字だった。スマホなくても会えるもんだな。このお兄さんのおかげだよ。姉ちゃんのしてほしいことが俺のできることだぜ。ありがとう。俺もこの人のおかげだ。スマホなんか知らねえけど、大事な女の番号ぐらい覚えとけよ。だな。はい、間もなく発車しまーす。乗ろっか。お、二人ともありがとうね。ありがとう。クソが、俺は何も。ちょーん、仲良くしろよ。五十嵐、降りるよ。お、お、駅員さん、今って令和ですか？はい、そうですが。戻ってきたー。よかったー。どこに行ってたんですか？いろいろとむちゃくちゃだったけど、自由で愉快なとこ。思ったより悪い人ばっかじゃなかったな。それならよかったです。またお待ちしてますね。ちょーん、すげー。どうされました？私のスマホがなくなったわ。俺が痴漢に疑われたのよ。どっかで見たことある気が。だね。